こんにちは、セイコーエプソンの佐藤健太と申します。今回はですね、私たちが開発した振動センサーとそのアルゴリズムについて紹介いたします。早速なんですけれども、皆さんの生活の中で振動を気にされることってありますでしょうか？私自身はあまり気にしたことはありません。ですが、日常の生活の中にはですね、大小さまざまな振動があふれています。もちろんですね、物が動いたり人が動いたりした場合というのは振動が発生しますし、装置や機械がある場合は、一定の振動が発生します。あと風や地震などの自然現象がある場合も、さまざまな振動が発生しますし、実はこの地面であるとか建物であるといったものも、微小でありますが1秒間に10回程度の振動を行っています。実はですね、私たち普段生活していて気がつかないんですけれども、さまざまな振動にあふれています。ここからはですね、私たちが開発しましたセンサーを使って、計測しましたデータを使って3つの振動の解析方法をご紹介いたします。はじめはごく身近な例の説明になりますが、最後の方では少しプロフェッショナルな内容になります。まず1つ目は振動強度解析になります。まずですね、私の自宅で振動を計測した例になります。場所はですね、国道19号沿いにありまして、2階の書斎を計測いたしました。時間はですね、23時半から5時半、ちょうど私が眠っている時間です。右がグラフになります。横軸が時刻で縦軸が振動強度になりまして、30分ごとのデータがプロットされています。これを見ますと、0時30分まで安定した強い振動が入っていまして、そこから急に静かになります。さらにですね、5時になりますとまた急に振動が強くなりまして、その後また安定した状態になります。これは実はですね、トラックの運行状況と合致していまして、トラックが走り始めるとうるさくなる、トラックの運行が終了すると静かになるというような現象になります。こちらはですね、私の自宅の計測によって、運送業界の人しか知らないようなトラックの運行状況が分かったという例になります。次は通勤の例になります。これは私の車の床にセンサーを置きました。時間はですね、17時45分から18時45分ということで、帰宅時になります。こちらも右のグラフになります。構内を出まして高速に乗ります。構内はですね、曲がりが結構多いですので、前後の X 軸とか横の Y 軸といったところが強く出ます。高速はほとんど曲がりがないですので上下の振動のみになります。諏訪近辺はですね、橋梁が結構ありまして、そのつなぎ目でガタッガタッと強い振動が入りますので Z 軸の振動が強く出ています。その後ですね、国道19号におりまして、こちらもですね、信号で結構急加速減速がありますので X 軸の振動が強くなっています。その後スーパー T で買い物をしまして、また国道19号に乗って帰るというような流れになります。これを見て分かる通りですね、普段私全く振動は気にせずに運転しているんですけれども、各要因によってですね、振動がさまざまな変動を行っているということが分かりました。ここでですね、一つ注目していただきたいのが縦軸の大きさになります。深夜の自宅ですと 0.003 で、車ですと30ぐらいなんですが、これ実は10の5乗10万倍ぐらいの差があります。実はですね、このセンサーは同一のセンサーで測っていまして、そのセンサーは実力では100万倍程度の範囲が計測可能となっています。顕微鏡でいうとですね、1台で1ミクロンから1メートルまで見えてしまうレベルの性能ということで、この1台があれば何でも見れてしまうというような、使い勝手の良さも私たちのセンサーの売りになります。次に周波数解析になります。
周波数というのはですね、1秒に何回振動しているかという物理量になります。1秒間に10回振動していれば 10Hz という単位になります。右図はですね、周波数解析用のグラフでして、横軸が周波数、縦軸が強度になります。ほとんどの装置はですね、このグラフのように固有のピークが発生しまして、ある周波数で揺れているというような状態です。職場の例で言いますと、真空ポンプはですね 125Hz、 大型空調機は 20Hz、 高温層は 60Hz というように固有の周波数で振動しています。これ何がいいかと言いますと、不要振動の特定やですね、振動源の状態の監視等で、このピークを見ることによって装置振動を抽出して見ることができるので、非常に有効な解析となります。次に周波数解析の例として、新宿本店29階の振動についてご説明いたします。この左上のグラフがですね、振動の生データになります。これだけ見ますと、ほとんど何も考察ができないんですけれども、これを周波数解析しますと、ビルの固有振動が見えてきます。それがこの下のグラフになります。横軸周波数、縦軸強度になりますが、この 0.3Hz のところにピークがきれいに立っています。新宿本店29階は安定して 0.3Hz で揺れています。これを振幅で言いますと 0.54mm の揺れになりまして、この建物のピークのですね、大小とか幅が広い狭いといったものを観察すれば、この建物の健全性が見える可能性というものが出てきます。最後になりますが、リサージ解析についてご説明いたします。リサージ解析が何かと言いますと、振動の形状、軌跡をですね、3次元的に描画する解析方法になります。これまで説明いたしました時間領域、振動強度、あと周波数領域の解析というのは統計処理が入っていますので、多くの情報が消失したような解析方法になります。それに対してリサージ図形解析というのは、振動の軌跡そのものを、解析しますので、解析に必要な情報としてはほとんど消失することなく利用することができます。この時間領域解析とか周波数領域解析というのは、一般的にハードやソフトの面で非常に簡単に計測できるので、現状一般に使用されている方法になりますが、逆にこのリサージ解析というのは、計測や解析に課題がありまして、未だ普及していないというような状態になります。私たちはですね、今回、この課題に対してこのハード、ソフト両面からの改良を行いまして、このリサージ解析をより手軽に行えるような開発成果を生み出しました。今回はですね、そこについてちょっとご説明いたします。リサージ図形描画の課題といいますが、実は3つありまして、それをここに示しました。1つ目、計測データの三軸同期方法。2つ目、背景雑音のリサージ図形描画への影響の低減。3つ目、三軸振動センサ設置時の調整作業になります。これに対して必要な開発項目というのはこのようになっていまして、同期に関してはセンサーの同期性能の向上、背景雑音の影響については装置振動を抽出するアルゴリズムの開発、あと低ノイズでデジタル処理メインのセンサーの開発、設置時の調整作業につきましては、高ダイナミックレンジで補正後デジタル出力ができるセンサーの開発が必要になります。こちらをですね、ハードとソフトに相当しますとこのようになります。私たちはですね、このハードとソフト両面からの開発を行いまして、より簡便なリサージ図形の解析を行えるようにテーマ推進を行いました。まずハード面の説明を行います。私たちは今回三軸のデジタル振動センサーの試作を行いました。こちらはですね、広いダイナミックレンジと低ノイズ特性、タイノイズ特性を併せ持つ推奨方式を採用しております。
で左の図がですね、実際の構成の写真になります。水晶の針がですね、一定の周波数で振動していまして、上下に加速度がかかりますと、ギターの弦のように周波数が変化します。それを加速度に換算します。加えてですね、高精度カウンターを搭載していまして、さらに素子の三軸実装技術も搭載しております。こちらの素子の三軸実装技術なんですが、同一素子を3つ搭載することにより、補正ですとか、フィルターを同一構成にすることができます。これによって遅延時間のばらつきを低減することに成功いたしました。今回のですね、開発いろいろ組み合わせることによって、先ほど挙げたハード面での課題をクリアすることができました。次にですね、アルゴリズムの説明になります。リサージュ図形描画をですね、未処理で行いますと、環境振動とかノイズによってですね、機械振動の特徴が不明瞭になる場合が多いです。下に図がありますが、こちらが未処理データでのリサージュ図形で、こちらが処理後データのリサージュ図形になります。未処理データですと、環境ノイズとか、センサーのノイズによって不明瞭な形状になっていますが、処理後はですね、きれいな装置の振動が抽出されていまして、楕円形が見られています。こちらがその詳細なアルゴリズムになるんですけれども、今回は割愛いたします。こちらの内容はすべて特許で出願しております。ここまでのハードとソフトの改良で、実際にリサージュ図形を書くことが可能になったのですが、実測データへの適用例ということで、実際に測定を行った例をご紹介いたします。まずですね、電動機 A と稼働年数が電動機 A より長い電動機 B の2機について測定を行いました。こちらがですね、設置の写真になります。私たちのセンサーはですね、構成も補正もすべて行っておりますので、装置にパッとつけて PC につなげばすぐにデータを取得することが可能です。私たちのセンサーなんですが、ISO に準じた測定が可能でして、速度出力が可能です。さらにですね、防塵防水のユニットタイプ、それから組み込みタイプの2種類のラインナップがありまして、さまざまな利用シーンで使うことが可能です。下のグラフはですね、実際に電動機 A と電動機 B で得られた速度データのグラフになります。これを見ただけでは特に考察することはできません。では処理後のリサージュ図形の描画についてご説明いたします。こちらのグラフは電動機 A 電動機 B の処理後のリサージュ図形になります。こちらのまず電動機 A のリサージュ図形を見ていただきますと、まずこの黒い背景のグラフは 3D プロットしたリサージュ図形になりまして、白い背景のグラフは各面への投影図になります。この YZ に注目していただくと分かりやすいんですが、4つの輪がですね、90度を保ちながら安定して回転していることが分かりました。それに対してですね、電動機 B の方は、4つの輪が確認できる瞬間もあるんですけれども、大きさとか角度が一定ではない状態で、不安定な状態で振動していることが分かりました。この対称性の差はですね、稼働年数の差によって生じたと推定されます。で、適用例のまとめになります。ハードとソフト両面の開発によりまして、実装値でも詳細なリサージュ図形描画が可能となりました。先ほどご説明した時間周波数解析では把握することが困難な振動形状の個体差ですとか、時間による変化というのが可視化できた可能性があります。今後の抱負になります。今後はですね、ハードソフトの開発を軸に、新しい計測体験と見える化体験という価値を提供していきます。それをもとにですね、安全な暮らし、継続可能で効率的な産業活動等の価値を創出することを目指してテーマを推進していきます。長い間聞いていただきありがとうございました。以上になります。